台持ってたんですけど、ショベルを元それをなんか仙台っぽくカスタムしようと思ったんですけど、もうあのフレームとかそのまま使えないってなって、そんで下取りでなんぼで取ってけんですかって聞いたっけ、まあ100万っていうことで、100万だったらまだ持ってた方がいいなと思って、新たにまあ、オーダーして作ってもらって、で2台文字になるじゃないですか。でちょっと貯金してお金貯まってきたんで、もともと持ってた方を南浦さんのとこに出してカスタムをするかなと思って、そんでまあこれになったんですよ。昔こう仙台チョッパーズとかであったじゃないですか。そんでまあサムズとかコズミックとかそういうなんかもうガンガン飛ばしてすり抜けるみたいな感じのスタイルがかっこいいなって思って、そんで現に自分の周りの先輩たちもなんかそういう感じの人たちだったんで、それに影響されて形もなんかその先輩たちの影響でこうなった感じです。はい、昔なんかダブワンドが親父が乗ってて、そんでなんか父ちゃんが出かけてっ時とかにこうエンジンかけたり、あとなんかこう敷地内走ったりとかこっそりと、でそっからまあバイク乗りたいなって思ってて、でその当時国産のスキードとかバルカンドが走ってて、そんでまあ最初に買ったのはスキードの400のですね。でそっからカスタムなんかメイドインビーのガーターフォークとかつけて、20歳くらいですね。それは自分船に乗ってて、そんでまあその頃ネットでなんか原車確認もしないで買って、そんで船降り休暇で降りた時にカスタムとかして、